こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回は全国泊まり放題サブスク次々30連泊の旅第7弾、東急ステイ飛騨高山結びの湯に3泊した時の動画です。飛騨高山ではどんな旅になるのでしょうか。動画の最後に高山滞在中に使った費用も載せていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。富山エクセルホテル東急をチェックアウトして、富山駅から JR で高山駅に向かいます。今富山からね、10時11分発美濃谷行きに乗ります。こちらの2両編成ですね、結構古いタイプです。はい、こんな感じです。電車はね、結構ガラガラで、そして座席はね、こうしてあのクロスシートなので、はい、あの結構快適にね進むことができます。井の谷という駅に着いて、ここで電車乗り換えます。今度はクロスシートじゃなくて横並びシートですね。最前後ですね、行きたいと思います。12時30分高山駅に到着しました。ここまで2時間19分かかりましたが、車窓から見える川や山の風景が素晴らしくて全く苦になりませんでした。ただ高山駅はスイカが使えず、改札で運賃1690円を払いました。ちなみにこの支払いはクレジットカード払いもできません。すでに富山駅からスイカで改札を通過していたので、このように IC カード処理連絡票をもらって、後日他の駅でスイカの取り消し処理をしなければなりません。なので JR で高山駅に来られる方はスイカを使わずに出発駅で切符を購入しておきましょう。チェックインにはまだ早いので、駅から歩いて6分の丸秋飛騨高山店へ。ここは飛騨牛専門店の精肉店で、通販レストランもやっていて、美味しい飛騨牛がリーズナブルな価格で食べられます。早速飛騨牛の焼肉ランチを注文しましたが、正直このクオリティのお肉が約2000円で食べれるのには驚きました。また滞在中にリピートしたいと思います。それではこれからホテルに向かいます。高山駅の東口を出て右側に歩いてすぐ、今回泊まる東急ステイ飛騨高山結びの湯が見えてきます。駅から歩いてすぐなのは助かります。1階のロビーには家具の名産地飛騨高山らしいラウンジスペースがあります。ここには一枚板のテーブル、漆の春景塗りのモニュメント、そして天井にはさまざまな木が伝統技法で組まれたような、それ自体が大きな一つの作品のようになっています。ロビーにはアメニティコーナーがあって、ここで必要なアメニティを持っていきます。アメニティはこちらの11種類になります。それでは部屋に向かいます。今回のお部屋は812、番号がついているこちらの木の板も木彫りで仕上げたようになっています。こうした細かな点からも飛騨高山らしさが伝わってきます。それではお部屋に入っていきます。はい、こちらのホテルですね。入ってすぐこちらですね。電子レンジとね、洗濯乾燥機あるんですよ。これは助かりますね。なので部屋でね、洗濯することができます。これはすごい嬉しいですね。そしてですね、それだけじゃなくてね、はい、これ洗剤もね置いてくれてるんですよ。これ親切ですよね。あとはこの、はい、電子レンジですね、まあ、朝食とかね、簡単なものお弁当とか買ってきたり、まあ、夜ちょっと小腹空いたからね、おかず買ってきてね、あったかいの食べたいなと思った時、これがね部屋にあるだけで助かります。で、今度反対側見てみますとですね、上にねフックがねついてるんですよ。はい、これがね結構長いんですよ。クローゼットがないんですけども、これで壁にハンガーがかけられるようなフックがねあって、結構かけられますよね。ハンガーが、ズボンがかけられるタイプがこちら、3つありますね。はい、そしてこちら上着をかけられるタイプのハンガーが3つ、合計で6個あります。そしてこちらはね、スリッパがね、はい、2組あって、使い捨てのスリッパも2つあります。はい、そして今度ちょっとお部屋見てみましょう。お部屋はこんな感じになってますね。お部屋はねツインのお部屋になります。
もの助かります。まあほぼくっついてるんでね、ツインといってもね大きなダブルみたいなもんなんですけど、まあこうやってねセパレートしてくれてるのは本当に助かります。でここはねデスクがないんですね。はい、まあ、お部屋を多分広く使うという意味でこういった小物置きがこちら用意されていますね。少しじゃあこの上から見ていきましょう。電源がね2つあります。 USB はありません。大画面のテレビがあります。これ結構大きいですよ。ベッドは、こうしてシングルベッドがね2つ置かれています。そして、枕がね2つあります。1つなんかねこちらの奥の方はねちょっとビーズが入ってますね。丸いビーズが少し入ってるタイプの枕で、こちらはねビーズは入ってないただのクッションなので、1つは抱き枕にしたりね、まあ、2つ使って寝ることもできますね。はい、こういったねストレッチポールみたいなね抱き枕も置いてあります。こちらですね、はい、寝巻きですね。2ピースの寝巻きですね。なので多分この寝巻きでね大浴場行けるんだと思います。この寝巻き とスリッパですね。枕元にはですね USB の接続口と電源が1つあります。そしてこちらライトでしょうね。はい、でこちら下にですねちょっと小さい引き出しがあって、開けてみるとですね、はい、セキュリティボックスが出てきました。はい、まあ、財布とか小物とか貴重品はね、まあ、十分入れる大きさがあります。まあ、隣のベッドもね基本同じですね。ただセキュリティボックスは下にはありません。まあ、こちらもね、電源 USB そしてライトの調節ですね。あとはね部屋のライトのスイッチがねここで調節できます。そして時計があります。こんな感じ。この時計がですねちょっと凝ってますよね。あ、木でできてるんだ。やはりその辺はねこだわりが感じられますね。結構ね木にこだわっているホテルだなと思います。そしてですねこちら左らしいですねチェアがありますね。はい、こちらの座面がね微妙にへこんでるのがわかるでしょうかね。お尻の形にねちょっとねへこましてるんですよね。まあ、特殊なカンナを使ってね、職人さんがねこうやって削っていくんですけど、あとこの背もたれこれもね抜きを差し込んでいくんですけどね、こうやってね、なかなかねホテルにこのこれ級の椅子はね置いてないんですけど、ここのホテルすごいですね。はい、やっぱり飛騨ですね、家具の街ですね。はい、こういった一つの椅子にもこだわりが感じられます。はい、座面はねこうやって見たら分かりやすいですね。はい、すごいね削られてますよね。座りやすいと思います。そしてこちらコーヒーテーブルもね、はい、おしゃれな感じですね。同じ木材使っているんでしょう。四つ足じゃなくてね三つ足になっています。まあ、それでもねしっかり安定しています。この椅子がねそれぞれ一つずつあります。はい、すごいですね。はい、ゆっくりリラックスできる椅子となっています。はい、奥にはね空気清浄機が一つあります。結構大きな窓あるんですよね。ここ見てください。普通ねホテルの窓ってね上からね、まあ、腰ぐらいの高さまで あっても結構大きいと思うんですけど、ここね足元まであるんです。はい、すねの部分ぐらいまでね大きな窓になっています。ちょっとね開けてみましょうかね。はい、これもねカーテンじゃなくてすだれみたいなねスクリーンカーテンになってますね。はい、ここから何が見えるんでしょうか。ちょっと下見てみましょう。向こうがね、はい、高山駅です。先ほど降りてきた高山駅、そして線路が見えてね、でこちらがね駅前のロータリーとなっていて、飛騨の山々がねこうして見ることができます。今日はねすっごい天気がいいのでね山がねよく見えますね。こういったね景色を見ながらね部屋でゆっくりくつろぐのもいいと思います。こういうランプもねおしゃれですよね。ちょっと和紙のね丸いランプになっています。でこのスクリーンカーテンなんですけども、もう一個ね遮光カーテンみたいなのがあります。これちょっと下ろしてみようかな。はい、こんな感じでね全部下ろすとですね、まあ、ちょっと厚手の布になってるんですけども、はい、光をね遮ることができます。
おしゃれなポットがあります。これね、結構ね、ノズルが細いので、コーヒーがね、とても入れやすい。バリュームーダのね、はい、湯沸かし器がついています。じゃあ、この下ですね。はい、こちらにですね、何があるかというと、扉になっていて、冷蔵庫がね、目の前にあります。はい、開けてみましょう。はい、ホテルの小さな冷蔵庫があります。でも、すごいね、綺麗です。はい、清潔感のある冷蔵庫となっています。はい、そしてですね、こちらマグカップがね入ってます。コーヒーとかねお茶飲むように、あったかいのをね飲むようにと、スプーンが2つ、ガラスのコップがね、はい、2つ入っています。まあ、普通はねここにコーヒー、紅茶、クリームパウダーとかね入ってるんですけどね、このホテルは必要な分だけ下から持っていくタイプになってます。はい、お部屋はこんな感じですかね。今度はバスルームをね、はい、こちら見ていきたいと思います。はい、はい、こちらがバスルームになっています。入るとすぐですね、やはり大きな鏡があります。ここも鏡大きいな。なのでね、全然狭いって感じしないですね。はい、まず洗面台ですね。広い洗面台があって、で結構ね広いですね、この洗面台がね。はい、なのであと深いので、何かね、コップをね、ここで洗うこともできそうですね。こちらにも、コップが2つあって、こちらね、プラスチックのコップですね。やっぱ割れないようにでしょうね。で、歯ブラシが2ついてます。これは、もともと部屋にあったアメニティです。これドライヤーですね。すごい。ドライヤー盾みたいなのがありますね、これね。小泉のドライヤーになっています。はい。あと、トイレは、TOTOのウォシュレットになります。はい。助かりますね、オシュレットはね。そして上からバスタオルが2つあります。そして、ハンドタオルですね、2つ用意されています。大浴場はね、用意されていないので、こちらから持っていくようにと言われました。浴室はこんな感じですね。結構ね広いですね。あと深さもあるので、まあ、ゆっくり浸かることもできます。ただ大浴場あるのでね、やっぱそっち行っちゃいますよね。多分シャワーぐらいしかね僕使わないと思います。一応ですね、下りからボディーソープ、シャンプー、コンディショナーがね、こうしてボトルで置いてくれています。はい、とってもあるので安全にお風呂に入ることができます。上は、はい、こういったシャワーになっています。これね、一見ヘッド動かなさそうなんですけど、これヘッド動くんですよね。はい、こうやってね、これ便利ですよね。はい、一応バスルームはねこんな感じかな。はい、ちょっとネットスピードの方をね測っていきたいと思います。はい、スタート。はい、ダウンロードがですね 30.4Mbps になってますね。アップロードが 8.72、 まあまあ普通に使える速度ではないでしょうか。はい、こんな感じになります。はい、ここでね3泊する予定ですので、3泊楽しんでいきたいと思います。はい、それではこの部屋からは以上です。9階にやってきました。ここは足湯と貸切風呂があります。こちらは足湯となっています。結構広いので5人ぐらいいてもゆったり入れそうです。観光で足が疲れたらここでゆっくり足湯したいと思います。あとこちらの通路からは有料の貸切風呂になるようです。貸切風呂は3種類から選べるお風呂なので、プライベートな空間で温泉をゆっくり楽しみたいという方におすすめです。こちらは広い休憩所のようなスペースになっています。このスペースにも飛騨高山の職人さんたちの工芸品が散りばめられています。ここから外に出れるようなので、少し出てみましょう。はい、こうしてね外に出ることもできます。こちら側高山駅の方をねこうして見ることができたりとか、ね、はい、今日はね天気がいいので飛騨の山々がねよく見えますね。はい、各フロアにはねこういった、芸術作品がね一つ置いてあります。このフロアはね山中和紙というものがね置いています。これがちょうど僕たちが泊まっている8階にね飾られていて、その職人さんの様子がねこうやって写真がね載せられています。こちらのフロアには飛騨木工が飾られています。家具で有名なオークビレッジの作品が職人たちの写真とともに飾られています。このフロアには素材となる黒毛和紙の皮を使った
飛騨牛革の作品。こちらのフロアには布地に糸で幾何学模様を縫い付ける飛騨刺し子の作品。こちらには1階のラウンジにもあった漆塗りの飛騨春慶の作品。またこちらのフロアには陶磁器の渋草焼きの作品も展示されています。この地域にはいろんな種類の職人さんがいるんですね。ホテルの2階には男女交代制の大浴場があります。大浴場はかなり広く、庭園を見ながら入れるお風呂もあって、とても気持ちよくリラックスできる温泉でした。お風呂を出てすぐの通路やリラックススペースには木がふんだんに使われていて、ホテル内のどこでもこうして飛騨高山の雰囲気が感じられます。お腹が空いてきたのでホテルから歩いて5分のところにあるマルシン食堂へ。こちらのお店は町の定食屋さんで、この日は2人とも牛すじライスカレーとミンチカツを単品で注文しました。こちらのお店のミンチはとても美味しいのでおすすめです。今日は朝から駅前の濃飛バスセンター発の新穂高ロープウェイと上高地を1日で巡るバスツアーに参加します。バスは8時20分に高山駅前のバスセンターから出発します。高山バスセンターで標高は573メートルでございます。上高地1500メートル、ロープウェイで登る一番高いところが2156メートルということで、今日は高低差がかなり激しくなりますので、皆様ね、途中で眠たくなるかもしれません。トマトジュースとかもね、地元で作ってるトマトジュースがたくさんあるんですが、もう飛騨のトマトジュース飲んだらよそのが飲めなくなるぐらい美味しいですので、よかったら試してみていただければなと思います。9時58分、バスは新穂高ロープウェイの駐車場に到着。バスガイドさんがそのままロープウェイ乗り場まで先導してくれました。緩やかな坂道と階段を上るとロープウェイが見えてきます。こちらのロープウェイ、お盆には1時間ほど並ぶらしいんですが、このバスツアー参加者は優先的に乗ることができます。紅葉の時期に来たらきっと美しい景色が見れそうですね。10時27分、標高2156メートルの山頂展望台に到着しました。この展望台から見られるパノラマの景色は、日本を訪れる外国人観光客向けガイドブックのミシュラングリーンガイドジャポンに2つ星として掲載されているようです。確かにこの景色は他ではなかなか見れませんね。こちらは展望台から少し歩いた頂の森にある槍の回廊。ここからも槍ヶ岳がよく見えます。良い景色をゆっくり見たら乗ってきたロープウェイで下に降ります。行きも帰りも素晴らしい山々の景色を楽しむことができました。はい、足湯のスペースに来ましたね。結構広いスペースがあって足をつけられるようになっています。はい、こちらが泉質ですね。単純硫黄温泉、やっぱだから硫黄臭いんですね。温泉が出てるところに近づけば近づくほどですね、すごい硫黄臭さが強烈になってきましたね。本当に硫黄の匂いがします。あと温度がね、熱いんですよ、この辺。長時間のご利用は低温やけどの危険性がございますとあります。はい、なので気をつけてください。アルプス街道平湯バスターミナルで昼食をいただきます。メニューは飛騨ポークの味噌煮鍋と山菜そば定食になります。とても柔らかい豚肉に味噌が染みていてとても美味しかったです。はい、平湯の、バス乗り場ですね。ロープウェイの、ね、出発時点でもね、足湯があったんですけども、ここもね、足湯があります。ここはね、ちょっとまた錆っぽい感じ、鉄っぽい感じの温泉ですね。さっきとなんか質が違うのかもしれません。この後上高地に行くので、ここでゆっくりしてね、はい、足少し休めておきたいと思います。またバスに乗って今度は次の目的地上高地へ向かいます。多くの方が大正池のバス停で降りて 3.9km 先の上高地のバス停に向かいます。歩きに自信のない方はもっと上高地に近いバス停、または上高地のバス停で降りて近くを散策することも可能です。とりあえず大正駅から歩きたいと思います。
はい、今大正駅のバス停に到着しました。これからね、上高地のバス停に向かって、散策していきたいと思います。はい、本当今日風がないのでね、綺麗に池に山が映っています。はい、天気が良くてね、風がない時ではないとこういう風にならないみたいですね。時々クマ目撃情報の看板やクマベルといったものもあって、クマが出没するようですので、もしクマを見つけても近づかないようにしましょう。こちらは田代池、六百山や霞沢岳の綺麗な伏流水が湧き水となってたまり、穏やかに流れて周りの景色を引き立てています。こちらは梓川、北アルプスの槍ヶ岳が水源なので、とても水が綺麗です。この川から見る穂高連峰はとても素晴らしい景色で、多くの方が写真を撮っていました。今歩いている川沿いの道は川の流れる音がとても心地よく、山の景色も壮大で、真夏に歩いているんですが涼しい風が吹いていて気持ちよく歩けました。白樺を見ながら、綺麗な川を見ながら、気づいたらね、結構もう歩いてますね。はい、かっぱ橋です。もうたくさんの人がね、今かっぱ橋写真撮ってますね。はい、ちょうど真ん中に見えるのがね、あれは雪が残っているそうです。はい、こちらね、流れの下流の方ではね、夜景岳ですね、向こうから降りてきたんですけども、これが綺麗に見えます。はい、水もね、本当に綺麗です。はい、じゃあこれからバスの方にね、そろそろ戻りたいと思います。上高地のかっぱ橋の近くにはトイレがあるんですが、チップ制となっていますので、100円の小銭を何枚か用意しておくことをお勧めします。バス乗り場の近くに飲料水と書いてある岩の塊に蛇口がついているんですが、この水は天然のミネラルウォーターで、ものすごく美味しかったです。上高地に行った際はぜひ飲んでみてください。はい、今はね、バス乗り場来てるんですけども、すごい行列です。もう自分で来たらね、こういう風に少し行列するっていうのを念頭に置いていた方がいいと思います。3時40分ですね。それでは皆様お帰りなさいませ。お疲れ様でございました。バスガイドさん曰く、夏の季節はいつも午後から山に雲がかかるそうなんですが、この日は全く曇らなくて珍しい日だったようで、参加してよかったです。帰りもバスガイドさんが上高地の興味深い情報をいろいろ話してくれました。例えば、上高地の紅葉は赤色がなく、とても珍しい黄金色一色の紅葉になるそうです。なので次回は紅葉の季節にぜひ来てみたいと思います。バスは大正池、焼け岳を横目で見ながら、最初の出発地の高山駅前のバスセンターに戻ります。高山駅に近づくと高山周辺の観光情報も教えてくれるので、僕のように初めて高山に観光に来た人にはあらゆる面でとても助かるツアーでした。はい、5時2分ですね。はい、今ちょうどバスが到着して、このツアーが終わりました。ここね、満足度の高いツアーですね。新穂高ロープウェイも乗れて、天気も良かったせいでね、本当山がくっきり見えて、食事をして上高地、結構ね、おすすめのツアーだと思います。じゃあ今日のツアーは以上で終了です。夕食は昨日に引き続きマルシン食堂へ。今日はミンチコロッケ定食とスペシャル定食、単品で牛すじ煮込みもいただきました。おはようございます。今日は納比バスセンターでバスのチケットと鍾乳洞のチケットがセットになった鍾乳洞セット券で飛騨大鍾乳洞に向かいます。今鍾乳洞口バス止まりました。ここから無料バスが出てるので、無料シャトルバスね、こちらから乗っていきたいと思います。はい、鍾乳洞の方にね、送迎してもらいました。ほんとすぐ着きました。ここなんか恋人の聖地って書いててね、絵馬とこういった鐘がありますね。鍾乳洞と何の関係があるのかちょっとよくわかんないんですけどね。はい、じゃあこれから鍾乳洞楽しんでいきたいと思います。鍾乳洞入っていきたいと思います。中は12度みたいです。おー、寒い。
鍾乳洞内には水の落ちる音、水が流れる音など洞窟を冒険しているような感覚が味わえます。全体的には暗いんですが、ところどころ見どころの大きな鍾乳洞や変わった形の鍾乳洞についてはライトアップしてくれているので、とても見やすくなっています。ただ結構階段が多いので、足腰の悪い方はご注意ください。こちらは飛騨高山の地酒の低温貯蔵庫になっています。通年温度が一定なので、こうしたことにも利用できるんですね。はい、今鍾乳洞ね、出てきました。だいたいね、第三出口まで30分ぐらい歩きました。まあ、歩いてる距離は大したことないんですけど、階段が結構あったので、結構体力ね、ある方が行かれるといいと思います。夏は本当涼しくていいポイントです。この後、次のバスの時間までおにぎりを食べてゆっくりします。はい、先ほどね、あのバスでね、平湯キャンプ場大滝口前だったかな、そこで降りて、歩いていきます。 800m でね、大滝に行けるみたいなので向かっていきたいと思います。はい、横にはね、こういった川がね流れてますね。はい、今滝にやってきました。ここまでね、来れるみたいです。まあ、滝まで100メートルぐらいかな。はい、これ以上はね、ちょっと進めないみたいなんですけども、すごいね、空いていて気持ちいいですね。近くはね、こういった川が流れてます。本当にね、あの観光客はね、多分皆さん上高地とかね、新穂高のロープウェイ行かれる方が多いんでしょうね。少ないですね、本当に。でもとても涼しいです。天気が良くて良かったです。はい、今ね13時半、1時半ですね。あの平湯大滝からね、こうして、アルプス街道平湯、まあ、バスターミナルはね、あの本当に歩いて、まあ、30分40分ぐらいで下り道なので、まあ、そんなにしんどくありません。ロープウェイに行くバスとか、高山駅に行くバスとかね、いろいろあるし、足湯もあるし、食事もできるし、トイレもあるし、まあ、お土産も買えるのでね、まあ、ここ起点にするのはいいと思います。はい、じゃあここでちょっとね、休憩してから、足湯して、またね、高山駅ホテルの方に戻っていきたいと思います。2時14分ですね。はい、平湯大滝から、こちらの平湯温泉のバスターミナルに今来ました。時間的に40分ぐらいかかったかな、滝から、ね、あの下ってこれるのでね、ここで高山駅戻りたいと思います。ソフトクリームね、中で買って、バスの時間まで足湯してます、2人でね。はい、はい、ね、本当に今日はね、鍾乳洞と滝というね、まあ、涼しい、観光地選びました。ね、白川郷もね、行こうと最初思ったんですけどね、さすがにね、もう暑いので、白川郷はもうちょっと違う季節に行きたいと思います。はい、じゃあもう少ししたらバスで帰りたいと思います。はい、失礼します。今高山行きのバスが来たので、これに乗ってホテルに戻ります。高山最後の夕食は今回2度目の丸焼きへ。注文したのは飛騨牛ミックス焼肉3人から4人前、A5飛騨牛握り2貫、それとライス2つです。こちらの肉寿司、口の中で肉の脂がとろけて柔らかくて本当に美味しかったです。またお肉は 3,4 人前あるので、美味しい飛騨牛をお腹いっぱい食べれました。帰りに古い町並みの保存地区へ。ここでは江戸末期から明治期に建てられた屋敷など古い町並みを見ることができます。最後にこちらのホテルに3泊した感想です。今回の部屋の中には洗濯乾燥機、また洗剤もついているので、いつでも気軽に無料で洗濯できたので本当に助かりました。2階にある大浴場の温泉もかなり本格的で、朝も夜も利用したんですが、中も広いので毎回気持ちよく入浴できました。また高山の職人さんたちが作った工芸品など身近で見れる機会にもなりました。交通に関しても近くの濃肥バスセンターから新穂高ロープウェイ、上高地、飛騨大鍾乳洞、
平湯大滝、また今回はあまりの暑さで行くのを断念した世界遺産の白川郷へも気軽にバスで行くことができます。他にも高速バスがあるのでバスで高山に来られる方にも大変便利です。食事に関しては美味しい飛騨牛の焼肉を食べられる丸明、また美味しいミンチカツを食べられる丸新食堂もあるので飛騨牛を堪能したい方にもおすすめです。今回は夏に来たので次回は紅葉の季節の上高地や新穂高ロープウェイ、白川郷など観光に出かけるのにぜひこのホテルを利用したいと思いました。ではこのホテルからは以上です。この後次の目的地の中部国際空港セントレアに向かいます。次々の旅はまだまだ続きますので興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください。今回の動画が参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。